京都新聞杯は日本中央競馬会が京都競馬場で出行する中央競馬の重賞競争である。京都新聞は京都府京都市中京区に本社を置く新聞社。同社より寄贈賞の提供を受けている。聖賞は京都新聞杯。東京優秀の前哨戦として行われ、同競争の出走を目指す三歳馬が習得賞金の加算を狙って出走する。 1953年に菊花賞の前哨戦として京都杯の名称で創設された4歳馬による重賞競争。1971年より現名称となった。創設時は10月に京都競馬場の芝2400メートルで行われ、1967年から1999年まで菊花賞トライアルに指定された。距離や試行上、競争条件は、 幾度かの変遷を経て、グレード制の導入に伴い GII に格付けされた1984年より、芝2200メートルで行われるようになったが、2000年に、菊花賞の試行時期が10月に繰り上げられると、本競争は菊花賞トライアルの指定から外され、試行時期を5月に、移設の上距離を芝2000メートルに短縮していたが、2002年より、再び、 千葉メートルに戻された地方競馬所属馬は1995年から、外国産馬は2000年からそれぞれ出走が可能になり、2009年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳負担重量。 バレー東京優春のステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は、東京優春の出走候補馬及び JRA で、試行する2歳芝 GI 競争の優勝馬が優先出走でき、JRA で試行する3歳芝重賞競争の優勝馬にも出走資格がある。2021年の1着賞金は5400万円で、以下2着2200万円。 三着千四百万円、四着八百十万円、五着五百四十万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第十八回まで京都坂第十九回以降は京都新聞杯。各回競争結果の出展。ありがとうございます。